さすがヒーロー、逃げ出さなかったみてえだな。ジェネシス、お前は下がってろ。わかりました。来なかったらお前の取り巻きをぶっ殺してそいつを奪うだけだったが、おい、前に言ったことは俺が世界をぶっ壊してヒーローになるか。わかった。下がっているんだ、プレミア。準備はいいかよ、ヒーロー。始めようぜ、この世界をかけたバトルっての。ああ、その強さについて、ええ、お前の強さは最前線の攻略。正直、普通にプレイしているだけじゃそこまで。だったらなんだ、俺がふ…ああ、お前が意外そうな反応をするんだな。お、はあ、バカ言うんじゃ。なぜそう思うんだ。別に俺たちみたいなプレイヤーがいたって不思議じゃないだろ。誰だってどんな手を使ってでも、特にあの味を知ってしまったら引き返せないのもわかるぜ。ありえない。まあ確かに。お前らのような凡人が簡単に手を出せるようなもんじゃねえ。どんなツールを駆使したってカーディナルのセキュリティは崩せねえ。違うか。いや、でもそのカーディナルでさえも。じゃあお前もアミュスフィアに手を。答えろ！ジェネシス、一体な。何？俺はずっとフルダイブ経験量のことを言っているだけだぞ。 VR ゲームでの強さはステータスだけじゃない。経験している時間だって大事な要素の一つ。そして VR ゲームにはまって食事を抜いたり学校をサボったり、どんな手を使ってでもダイブしたく。それに何十時間ダイブし続けたとしても、カーディナルから文句。お前の波じゃない強さはダイブ歴が長いからだと思ったんだが。そうか、アミスフィアを改造なんてしていっ。ようやく違和感の謎が解けたよ。なあ、聞こえ。え、誰だ。彼女はこのオリジンの開発協力者、七色博士。なんだと。今の俺たちとのやりとりは全てか。アミスフィアの改造とは到底許されないことをしているわね。俺をこのゲームから消すつもりか。終わらせてやる。消えるのはてめえの方だ。
デジタルドラッグ見せてやる。俺来るぜ。脳に直接前の時と同じ。くそ、弱いやつはどう。ジェネシス、瞬殺だ。ああ、わかった。黒の剣士は似合わない。心配させちゃったな。いいえ、心配はしていませんで。そうだ、あの子。彼を倒した後、奥へ向け。奥に行ってみよう。はい。一人の。あの人は何も持たない私を連れ出し、そして私を。ティア、いつも NPC のことをモブと言い続けていたジェネシスが。しかし人々は彼を否定し拒絶した。それは初めての人を失った。また私はやはり
人の存在が私たちを傷つける、私たちを拒絶する世界なんて、私たちを拒絶する人々なんて。さあ一緒に祈りを。いいえ、それこそが何もなかった私たちには。プレミア、私はなぜ人は人を受け入れることなんてしない。人が存在することで世界がこんなにも醜くなる。私やあなたの都合でこの世界の人たちを消してしまうわけにはいきません。それに私はみんなが持っている可能性を守りたい。どうして人間たちを守らなければいけない、ジェネシ。人がこの世界に来なければこんな思いを知らずに。いいえ、受け入れてくれる人間だっている。そんな人間はいなかった。お互い分かり合えたかもしれないのに、彼はその可能性を消すことを選んだ。拒絶し続けた人間と分かり合おうとするものか。あの人とただこの世界一緒に祈らないというのなら、私一人ででもこの世界。六つの成績があの子の前。この世界に人が、人なんかが存在するから汚れていくんだ。まさか一人で起こすつもりなのか、大地切断を。転移したのか。あなたは与えられた役目に逆らえない。私と一緒になるのだから。